はい、友です。今回はですね、イオンを電場と磁場で自由制御する方法、まあですね、こうイオンを、まあ、動かしたり、曲げる方法として、電場と磁場っていうものを使いますけれども、これについて、講義を行っていきたいと思います。こちら目次ですね。目次としてはですね、イオンに働く力。まずですね、電場と磁場はイオンにどう働くのかっていうのを、まあ、ざっくり見た後、電場に関連する、関係式、そして磁場の関係式を導出していきたいと思います。そして、まあ、今回ですね、このイオンを測定する際にはですね、イオンをですね、電場と磁場で自由に制御する必要があります。つまり、気化分析や物理科学においては、これらの電場や磁場とイオンとの関わりっていうのは非常に、必須の基礎知識となりますので、学んでいきたいと思います。では、まずですね、電場と磁場とイオンにどう働くかについてアニメーションを用いて見ていきたいと思います。電場と磁場はですね、イオンに対してどういうふうに働くのかっていうのをアニメーションで見たいと思いますけれども、まあ、こちらの荷電粒子ですね、電場をかけると、このように、速度を持って動き始めます。そして磁場に、対して曲がります。つまり、荷電粒子に対して電場っていうのはイオンの速度を制御することができます。また磁場っていうものはこのイオンの向きを制御することができるということを、理解しておいてください。もう一回見てみましょうかね。こんな風に、動きます。ですね。まず電場の関連式の導出になります。荷電粒子ですね、電荷に対してですね、電気力が働く空間というものを電場あるいは電荷と言います。まあ、あるですね、Q っていう電荷がですね、電場 E の中に存在していて、これらの受ける力っていうのは F イコール QE となります。それぞれ持っている自分の、粒子の重さかける、まあ、電場っていうのは位置エネルギーみたいなものですので、位置エネルギーですね、どこの位置にあるかっていうことで、力が受けます。で、電場に関してはですね、で、この電荷がですね、静止、運動中に関わらず、電場と同じ方向に、力を受けるっていうのが特徴です。で、電荷がですね、仮に今このプラス極からマイナス極まで動いたと仮定すると、この電場が荷電粒子に対してした仕事っていうのは、荷電粒子っていう、まあ、重さかける、この電位差ですね。あるいは電圧ともいいんですよ。QV で与えられることがわかります。まあ、この V をですね、極板間の電位差、あるいは電圧と言います。つまり、ある電圧がかかった際の荷電粒子が持つエネルギーっていうのは、この QV で表せるってことが、わかるかと思います。まあ、こちらですね、電気科学の授業動画の、サムネイルを載っけてますけれども、こちらで、も説明をしています。では、ある電場中に存在する荷電粒子に関わるエネルギーってものが分かりましたので、さらにこれをもう少し見ていきますと、ある電圧がかかった際の荷電粒子のエネルギーっていうのは、まあ、こういうものだと。で、このエネルギーが全てですね、荷電粒子の運動エネルギーに変換されると仮定すると、 U イコール QV イコール2分の 1MV 二乗となります。では、速度 V の式に変形すると、 V イコールルート M 分の 2QV っていう式が与えられます。つまり、速度っていうのは荷電粒子の質量に反比例するっていう式が与えられます。ですかね。まあ、またですね、電場によって荷電粒子っていうのは速度 V を持って動かすことができるんだよってことを、この式からも分かるかと思います。では、続いて磁場ですね。磁場に関してどういうような力が働くかについて説明していきたいと思います。磁力の働く空間ですね、磁場あるいは磁界と言います。で、先ほどの電界と何が違うかっていうと、磁場に関しては静止している荷電粒子は磁場の影響を受けません。これが違うところですね、さっきと。ただ、運動している荷電粒子は磁場の影響を受けることになります。ローレンツ力っていうんですけどね。で、ある Q っていう電荷はですね、磁束密度 B、 磁場中を磁場に対して垂直方向に速度 V で運動
で、それに対して垂直方向に荷電粒子が移動すると。その際の働く力ですね。このローレンツ力 F っていうのは、荷電粒子 Q で速度 V で時速に関して B の、この QVB っていう値が関わってきます。まあこれは、中学校でもやるんですけれども、このフレーミングの左手の法則ですね。静電荷として、この粒子をですね、静電荷と仮定すると、この中指が電、磁力ですので、電流で磁場が上方向ですね。で、中指を前に出して、電流で、で、力なので、こちら側。ここら辺に、ローレンツ力が働くと。で、先ほどの電場の場合は物質の運動方向に対して力が働いていたので、速度が出たんですけれども、この磁場の場合はですね、物質の運動方向に対して垂直方向に力が働きますので、速度は変化しません。ただ、イオンの向きを変更することができます。だから、電場っていうのは速度を制御することができて、磁場っていうのは速度を変えずに、向きを変えることができるっていうのが、特徴になります。まあ、以上となりますけれども、まあ、中学校でね、こういうクロックス管、やっている方もいるかと思います。電子線流して磁石を近づけることによってですね、こうやって電子線を曲がると。だから電子っていうのはマイナスの性質を持ってんだよみたいな証明にもなるし、先ほどのフレーミングの、左手の法則の、説明にもなります。またですね、有電結合プラズマ、こちらの原子器、発光分析において使う ICP ですね。有電結合プラズマっていうのは、数万度のプラズマが発生するわけです。まあ、ここの空間にですね、数万度のプラズマがあったときに、それを支えている管って、その数万度に耐えられる金属って当然ないですよね。まあ、セラミックもないですよね。あれ、どうやってるかっていうと、今やった電場と磁場を使ってですね、空間に浮かせているわけです。この数万度のプラズマをですね、こう、ボーって浮かしてるわけですね。OK ですかね。またですね、この最近話題になっているこの核融合ですね。核融合もですね、結局は非常に高温な、まあ、プラズマをですね、どうやってこの、空中に浮かすかっていう技術があります。まあ、磁場閉じ込め型っていう方法があるんですけれども、この磁場閉じ込め型っていうのは、この磁場を利用してですね、高温のプラズマをですね、こう安定にですね、その空間に留めて、その中で核融合反応を起こさせようとする考え方になります。で、まあ、今回ですね、この核融合、まあ、少し紹介しましたので、備考欄にですね、核融合に関する URL も載せておきますので、もし興味のある方はご覧ください。では、本日は以上となります。学外のアウトプットですね、非常に自己研鑽につながっています。皆様と共に様々に学んでいけたらいいかなと思います。では、本日は以上となります。